the whole way. So you kind of have to just grab by the layers and just kind of lay it down. Yeah. Is that what time we want rafting? No, you almost fell into the water. I think your head. That's what it was. Yeah. Remember we were rafting? You were falling in, and I grabbed your leg and caught you. You almost smacked your head on the skull. Probably. On the rock. Probably. We were drinking a lot. これから、家の近くにある、はい、リサイクルショップに行こうと思います。はい、イエーさあさあさ私の髪がライオンなのは後から解決しますので、はい、心配しないでください。はい、ちなみに何色ですか？私すごいタイプです。この髪の色？はい。この髪の色？はい。この髪の色はもうずっとほっとってから正直この色っていうのはないんだけども、はい、ニュートラルです。ニュートラル。ニュートラルって言ったら幅がありすぎるんですけどね。はい。とても良きです。ありがとうございます。はい。なんでこんなライオンになったかと言いますと、はい。髪のブリーチをしすぎました私、はいはい、それで学校にいる時に髪のブリーチをしすぎた、遊びすぎた髪でね、で自分でやった時にもっと痛めてしまいました、はい、ほんで、はい、あほんで髪が傷んだ、はい、ほんで、はい、あそうだ、もう髪がね傷んで毛の中のもうあのさ毛の中で毛の中一本の毛の中に隙間がありすぎちゃっている状況なんです、うんうん、私の髪の毛今痛みすぎちゃって、うん、で隙間がありすぎるから髪洗ったりとかしても乾きにくい、うん、全然乾かないし濡れたまんまだし、もう引っ張ったらすぐ切れちゃうしみたいな、まあもう最悪な状況なんですわ、はい、ということでこれはもう髪の色は気に入っているけどももうケアが大変、はい、髪ね濡らしたらもうこうやってドライヤーでこうやらない限りストレートになりませんし、はい、だからこういう感じなんですけど今昨日濡れたまま髪寝たから で、 いいですね、ドライヤーとかアイロンとかやればストレートになるけど、はい、毛が痛むね、はい、ですからこれから切ろうと思います髪の色気の入ってるんですけどねこれちなみに学校の先生が一番最後の卒業する日にのぞみっつって、はい、私が髪の色やってあげるって言われて、うん、シャドールーツしてくれたんですこう、はい、綺麗なこう溶ける感じのね本当に綺麗ですグラデーションシャドールーツって言うんだけど、はい、それをやってくれたんです先生がわざわざねえだけどももう痛みすぎちゃって、なんか先生にもこの髪どうしたらいいと、もう髪やってもらってすっごい嬉しいけど、もうケアが大変、髪洗う時ももうないろんなシャンプー使わなきゃいけないし、髪の毛濡れた時もなんかいろいろ使って、で常にブローアウト、もうどうしたらいいと、したらなんか。ヒートプロテクターヒートプロテクターってなんか髪の熱から髪を守るためにつけるやつなんだけどそういうとこつけなきゃダメみたいなこと言ったけどでもでもそれでももうダメもうダメもうダメだから切ります、はい、
先生ごめんね、髪やってくれてすっごい楽しかったです。この髪の毛の間でも、はい、もう切るしかないんで切ります。そしてこれから私たちはどこに行くんですか、翔子さん。倉庫に行きます。倉庫、倉庫、リサイクルショップに行きます。なんで倉庫、私このビデオ切るとき言いたい言葉あるんで私で切っていいですか。あ、いいよいいよ。え、なんで倉庫って言ったの。なんか倉庫っぽいイメージでした。リサイクルショップで大きいって。まあまあそう、まあ、はい、まあ倉庫、まあ、倉庫って言われた時はびっくりしたけどね。どうしていくかどうしていくか。なんか倉庫、アメリカのお店屋さんは基本的倉庫ってイメージがあります。だから大きすぎてね。はい、理解が。いいですか。 OK、 バイバイ。ここなの。ここ、このトリフトって書かれてる上のところあるじゃん。ここに、まあ、倉庫みたいだよね。ほら見て、この車の数。おお、おい、やばくない。結構いろんなものが置いてあるんですよね。家具とか、はい、服とか、まあ、服が大半だけどね。見たい。あと子供のおもちゃ、安いのも、そう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 、高いの、高いのはあんまそんなに高いのはない、多い、全部安い。ここでいいか。 OK です。OK、 バイバイ。何みたい、服みたい。ちょっとこうあっち回ってもいい。でもあれでもコスチュームの。そう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 。何から見ようか。何から見ようか。これからこの髪を切りに行ってきます。さよならライオン。こんにちは皆さん、こんにちは皆さん。ですね、今日はこれから今日すっごい外雨が降ってて、今土曜日なんだけど、本当は塩子を連れてワシントン DC に土曜と日曜日行こうっていう約束、行くつもりだったの。なんだけど、あっちも DC の方もニュージャージーもすっごい雨が降ってて、なんか台風みたいな感じだから、土曜日はまあ行かないで、明日晴れるみたいだから明日朝行って、まあ、夜帰ってくるみたいな感じにしようっていうことになったので、もう雨だからね、なんかそれこそ子供を連れて外とか行きたいけど雨降ってるから、すごくだから、今日は買い物しに行くことになったので、これからお化粧するのも私ね。この髪どう思います。まあ前もねこういう感じで切ったからね、同じよね。鼻詰まってます、すいません。よし、ですね、これからじゃあ Get Ready With Me を一緒にしましょう。で、新しいお化粧品使うからね、ちょっと楽しみにしていて。はい、じゃあまずスキンケアも終えてますので、またちょっともちもちっとさせるために化粧水をスプレーしようと思います。エビアンの化粧水ですよ。これ顔全体につけて、で今日使うファンデーションはこれ IT Cosmetics の CC プラスオイルフリーマットファンデーションでございます。ポアレスフィニッシュフルカバレッジクリーム、あとエンタイエイディングですね。フルカバエージで、もう毛穴がなくなりますよと、あと老化防止
のセラムも入っているといいですね。そして SPS、FPF が40らしい。で、これ何回かファンデーション使ったけど、すごい、まあ、カバエージがあって、私はフルカバエージがあるファンデーションが好きなので、とても気に入って使っております。じゃあこれをこのまま手の甲に出しますね。今日違う風にちょっと乗っけてってみようか。普段はここにつけたら、こう顔にのせて、でビューティーブレンダーに伸ばしたけど、全部じゃあ指でちょっと今日はの伸ばそうと思います。なんでかっていうと、もっとこう指でね、指全体で、もうどうせだったらこの手の甲あたりも、手の甲をここ手のひらあたりも使って伸ばすと本当に肌に馴染むから、要はこう自分の温度に合わせてあのファンデーション、あの温度が一緒になるし、あのこう線とかも残らずに乗せられるから。ここにちょっとムカつくのがあるんだよね。で特にシワがあるとかいう人、目の下とか部分部分にシワがあるっていう人はこういう乗せ方の方がいいです。スポンジも OK だけど、こういうやり方もちょっと今日はやってみて、いろいろシェアしていきましょう。なんか指でアイシャドウをのせるのは抵抗があるけど、こういった感じのリキッド系のもの、クリーム系のものは馴染みが良くなりますね。見えますか？ちょっと白く見える。ちょっと白く見える。そんなことないんだけどな。ちなみにこれのカラーはね、ミディアムタンです。ミディアムタン、だから結構濃い色。ちょっとティッシュ取ってくる。 OK、 ファンデーションのせました。ワンレイヤーしたけど、もういい感じね。 OK、そしたら次コンシーラーね。コンシーラーじゃこれ使おう。タルトのシェイプテープ、これ新しいの。あのビログ見てる人は出てるの見たと思うけど、セパラに売ってたじゃない。だけど私が使ってるのは1個古いやつです。すごくフルカバエージのコンシーラーです。これもじゃあ指で伸ばしていきましょう。今しおこがね、フローレンス見てくれてんのよ。キャメロンはダンスの今レッスンに行ってて、旦那と一緒に行ってます。毎日最近は彼女と遊んで食べての毎日でございます。したらちょっとこの濡れたビューティーブレンダーで濡れたビューティーブレンダーで馴染ませていきますね。これでもっと馴染み良くなりますよ。うん、いいじゃない。いいじゃない。したら次にこの MAC のコンシーラーでここをちょっと叩いていこう。OK。なんかね、本当にこういった感じのものはあんまりいじらない方がいい。いじらない方がいいっていうか、そのお化粧してる時にあんまりこうつけて粉でやってなんとかしてとかもしなく、あんまりしない方がいい。もっとこう激しくなって出てくるから。そしたら眉毛描きますね。私が使うのはセフォラのアイブロウペンシルです。まず一番初めにこういった感じのコームで眉毛を溶かしますよ。
こういう感じのタイプ。一本一本ね、毛を描く感じで今この眉頭の方は。このテクニックするときはやっぱりこういう感じの細めの、先が細いやつの方がやりやすいです。それか削ってね、細く。ここが遊んでくれてるフローレンスと。したら次にまたこのコンシーラーで同じやつで眉毛の下掃除しますね。ウォップス、眉毛の下掃除します。何年も使っているこのエルフのコンシーラーブラシ、ディテールブラシでこの色、肌の色を取りますよ。この違い分かる、眉毛の違い。コンシーラー大事ね。このエルフのクリアマスカラで眉毛の毛を整えます。一番初めさ、一本一本こうやって眉毛描いてったじゃん。そうするのプラスこれで毛を整えることによってこうキリッとした眉毛になります。こう毛並みを整えるというか、眉毛はここの始めから終わりまで同じ色同じ太さっていうのはおかしいから、自然に見えないので、だいたいここの眉頭、ここの方が薄くで、後半になって濃くなっていくっていう方が自然に仕上がります、見た目が。アイシャドウしとこう。最近これ買ったので、これがまだ発売出てすぐセフォラとかにこうポスターが貼ってあって、あーまたアナスタシアが新しいの出してんなみたいな感じだったの。なんだけど、いざ自分がなんか新しいアイシャドウパレット欲しいなと思ってセフォラに行って買いに行った時に、いろんなアイシャドウパレットが出てるんだけど、これよ、これなぜかこれにすごい気が引かれたのね。パッケージとかそういう問題じゃなくって、中身を見てください。見て、このさ、上の段が、まあ要はすっすごいあのピグメントの強い、もうグリッターみたいな感じのアイシャドウたちなので、下がマットね。でこのね、スウォッチしたのよ。でしたらもうね、すごい発色がよくって、もうね、昔今までみんなが言ってきた発色がいいっていうのとまたもうレベルが違くなってきてて、例えばさ、この子あるじゃん、こんな感じじゃん、こんな感じじゃん。一回さ、これだけど、これだけ私の顔にフォーカスばっかしてるね。こんなに発色がいいの。なんかここまで発色を良くするために、昔はちょっとアイシャドウのブラシをちょっと濡らして、それで取って、ピグメント取ってのせてとか、あと重ね付け、本当に何回も重ねたりとかして、同じ色を重ねたりとか、あと違うの混ぜて重ねたりとかして、ここまでの発色を昔を出してたんだけど、もう今じゃこれ一つでこれだけの発色が出てすごいなと思って。あと前はそういうなんてちょっとリキッドタイプのグリッター系
あのスティラーとかから出てたやつ、ああいうのはここまでの発色してたけど、パウダーでここまでっていうのもなかなかなかったから、もう本当にすごい、本当すごい発色が、まあとりあえずいいわけですよ。特にこのグリッターの子たち、この子たちが、だから買っちゃった。なんかこれが出た時はみんなこうなんていうの、何、流行り物好きとかさ、こう新しいもの好きとかが買うんだろうなと思ったんだけど、びっくりした。自分でもこれ使って、うわすっごい発色だなと思って買っちゃいました。だからこれを使いますよ。あんまりこう今日はね、激しいのは求めてないんですけど、自分でも OK。 これエルフのコンシーラーね、これをまぶたにのせました。指で伸ばしてます。この今コンシーラーをのせてるのはね、 目の色素がこう薄い人いるじゃないですか。目の色素も目の皮膚の下の色が出てきてる人、血管とかそういうのの人はこうやってコンシーラーをしてその色を消さないといけないし、それにプラスあとアイシャドウの発色を良くさせるためにのせてます。でこのコンシーラーは別にアイシャドウプライマーとかでもないから、普通のコンシーラーね、普通のコンシーラーでも OK。 じゃあどうしようかな、どれか使っていこうかな。ピンク系にする、ピンク系にしよっか、どうしようかな。OK、 分かった。これとこれじゃ混ぜてみよう。この子とこの子を混ぜよう。初めから混ぜるんかいみたいな。ちょっとこんな飛び激しいです。見て、もう触っただけでこんな。じゃん。OK。じゃあこれをクリスの上に乗せてこう。見える？今ちなみに使ってるブラシは MAC の217です。で最近アメリカで流行ってる、メイクしようか。じゃあ最近流行ってるのはね、流行ってるっていうか結構セレブの人とかがやってるのは、太いアイライナーとかもう使ってないの、もう引いてないわけ。どういう感じにしてるかっていうと、アイシャドウでこういう感じの目を作っていくみたいな、もう 今もこういう感じじゃん。そういうのを作っていく、アイシャドウでっていうのを結構リアリティショーとか見てると見ます。こういう感じ。 Wall cover。 I see you, Cam。 OK、 上つけたじゃん、あのクリスの部分だけね。したらちょっとこの小さいやつで、これ MAC の219です。で下の方仕上げましょう。下の方も同じ色取ろうか、この色、あと混ぜてね。でここもつなげないといけないから、OK。 そしたら天気が悪いよね。こっちかこっち、ローズゴールド、ローズゴールドにしよう。さっきスウォッチしたけど、あのね、断然指でのせた方がいいです。ブラシだと隙間ができるから、ブラシと皮膚の間に。そうするとこういった感じのピグメントの強いアイシャドウはノリが悪いんですね。だけど指でしっかり押し付けてのせることによって、そのアイシャドウの良さが出ます。で見てわかると思うけど、私まつげ X ってつけてるから、うわすっごい綺麗じゃないこれ。
まつげエクステつけてるときはね、私アイライナー引くの好きじゃないんです。結局ついちゃったりしてあんまり綺麗にならないからアイライナーは使えません。出た、これ超綺麗、本当に。うん、ほんと綺麗、超綺麗、ほんと綺麗。これこんなに発色するの最高、最高ね。もう小さいのでいいや、これで。眉毛の下をちょっとハイライトつけたいんだけど、私がね学校行ってた間、学校が取り扱ってたキットがマドっていう会社から出てる化粧品たちだったの。おお、そうで、これはねプロのメイクアップアーティスト用のブランドなんだけど、だからセフォラとかに置いてない、オータとかにも置かれてないんだけど、そう、これ学校からもらったやつだね。でこれのこの、まあ、普通のただのマットの白っていうかアイボリーカラー、これをじゃあ眉毛の下にのせていきますね。このブラウンのリップペンスはあるじゃん、ミラニのやつなんだけど、これをじゃあちょっとこの下に、ここら辺目尻だけ、見える？目尻だけ、こういう感じ、乗せたね。したら、さっきこの目の下で使ってたじゃない？これでぼかそう。何も今つけてないです。ぼかしてだけね。Yes. Yes.一番初めに使ったブラシでちょっとまた同じ作業しますね。来た。そしてここのラインをもっとこう綺麗にしたい人は、あのフェイスパウダーあるじゃない、お粉ね、お粉、フェイスパウダーをティッシュとかペーパータオルの上に出して、で、じゃあこれでいいや、このビューティーブレンダーのここの際あるじゃん、乗せて、こういう感じ、コンシーラーでお掃除する人もいるし、こういう風にパウダーでセットする人もいる。 OK、 したら私はこれでこうやってベーキング、まあ一応ベーキングなんだけどね、ベーキングしている間マスカラを目の下に塗りますね。今ちなみに使ってるのはこれ、ロリアルのボリュームマスカラ、ウォータープルーフのやつ。これも下まつげつけてこますね、つけてこますね。さっきさ、ここの目尻にちょっと使ったリップライナーあるじゃない、ブラウンのやつ、これでここ塗っちゃおう。これしっかりとしたトゥートリアルじゃないからね今日。
一個一個やってるけども、この YSL のブロンザーを使おう。うん、大きいブラシでやろう。あのさ、しっかりとしたメイクアップチュートリアルちゃんとやりますんで、このもっと映りがいいところでね、映りが良くてライトがいいところで、これはちょっとまあお触り程度に見てください。ちょっとさ、プランなしで今日メイクしてるから、あの完璧じゃないから。じゃあ鼻にこれ、これモーフィーの M505 のブラシ、ブレンディングブラシです。これで鼻にのせていきますね。さっきさ、私がアイシャドウのせた時、こうやってここら辺も濡れてたじゃない、ノーズシャドウみたいなもんなので、今もノーズシャドウ入れてるんだけど、ここをさ深く見せたい人はここにも入れるといいんだよね。でもあの気をつけてください、加減が大事。 OK、 そしたらさっき使ったブロンザーのブラシあるじゃない、これでここを入っちゃおう。ちょっとおかしくなってる。 See? って感じじゃん。で、このね、アイメイクはなんていうのかな、こうアイライナー、太いアイライナーでヒュッてやらなくても、このアイシャドウでこうもっとこうヒュッとこうなんていうのかな、見せれるみたいな、こうキリッとしたまとまった、でもアイシャドウだからきつすぎないみたいな、そういうアイメイクなのです。チークどうしようかな、オレンジ系がいい、薄いオレンジみたいな、ふんわりオレンジみたいな、マットがいいな、これだけ目がギラギラしてるからマットがいいな。この NARS のこの上の方ちょっと赤っぽいんだけど、これをうっすらつけます。うん、 OK、 そしたら、ハイライトつけよう。ハイライトこのエルフのやつ使ってみよう、使ってみようとか、まあ、使ったことあるんだけどね、このまたチーク使ったやつでいいや。で、これはね、上をちょっと削って粉っぽくしてから取らないと発色が全然良くならないやつだから、それだけ覚えておいてください。なんかあのアウトレットに行く予定だったけど、アウトレットも一応外じゃない、大体だからすごい雨がすごいから、もうショッピングモールの方がいいんじゃないってうちの旦那にさっき言われたんだけども、言われたんだけども、こんな化粧したの久しぶり、まあ、最近全然お化粧してないからね。フローレンスが入ってこようとしてる、見えますかこのハイライト、いい感じでしょ。 OK、 したらリップだね。リップどうしようかな、どうしようか。
NYX のソフトブラウン。これ濃いかな。これねグロスなんだよね。リキッドリップスティックってことはグロスなの。濃い。ツンツンって感じなんだよ。ちょっとここら辺すこう後で。すいちゃおう。こういう感じなの。あんまりねこのここを刈り上げたくなかったの。昔みたいにもう伸びるのすっごい時間かかるから、だからあんま切らないでって言ったんだよ。で残したらこういう感じ。しかもさ、こっちは耳にかかるのこっち耳にかかんないってどういうこと。こっちの方が短いってことだよね。娘が来た。ちょっと待って、ちょっと待って。OK、 完成いたしました。でね、アイメイクはこういう感じ。この髪ね、こうもできんのよ。真ん中 Yes? サイド両方ともいける。やっぱこの髪型好きだよ。 OK、 皆さん、じゃあこれから多分ショッピングモール、アウトレット行きたいんだけどな。まあ、ちょっとどうなるか分かんないけど、これから買い物に行ってきます。私の新しい化粧品を使ってメイク楽しんでくれた方、ぜひライクをしてね。 OK、 じゃあちょっと行ってくら。バイバイ。こんにちは皆さん。こんにちは皆さん。今ねお風呂入ったんだけど、私この間髪切ったじゃないですか。で髪を切りに行った時に持ってった写真があるんだけど、それが自分の昔短く切った髪の写真を持ってたので、この髪型に切ってくださいと言ったのね。で私その美容室行ったの初めてで、髪切ってくれた人も初めて会った人で、で、この髪型が自分の髪の毛の質にも合うし形にも合うの分かってるから、まあ、この髪型にしてくださいって言ってその写真を持ってったんです。で、切ってもらったら、なんだっけ、髪切ってもらったのね。で、したら、彼女なりに、こう、ちょっとこう、写真はちょっと男の子っぽかったから、こう、フェミニンさを残す感じにしましたって言ってくれたの。で、それはそれで全然 OK だし、彼女の髪の毛の、カットのテクニックとかは、すごい上手だと思うし、素敵だったんだけどね。もうちょっとやっぱり短くしたかったのっていうのも、OK、私の髪を切ってくれた方は、彼女は、テクニックもあるし、長くやってる人だから、髪のことはもちろん分かってる人なんだけど、やっぱり、アメリカで、アジア人の髪をね、ここまで短く切るってなると、やっぱりちょっと難しいと思うの。で、例えばさ、私の髪をものすごくストレートで、しかも剛毛だから、だし太いし硬いの。だからね、髪を横が例えばここぐらいまで切るとこう、わかりますか？乾くとね、ここが飛び出してきちゃうわけよ。で、だけど上がさ、彼女なりになんかなんだっけ、レーザーあるじゃん。あれで髪切ってくれたんだけど、こっちをちょっと長めに、こっちを短めにしてくれたので、こういう風に流す感じでやってくれたんだけどね。こっちが短いとさ、要は上の毛が短いから、ここの毛がバッて出てくるわけ。で、まあ、スタイリングがすごいしにくいのね。家に帰ってきてから気づいたんだけど。で、プラス、やっぱり前髪がちょっと長め。私が持ってった写真はそれこそ本当に、このぐらい。
なんか前髪がすごい短いやつだったから、ちょっと長いなって感じなのね。だから、ちょっと今切ろうかと思うんです。で、こっちはさ、このちょっと長めだから耳にかけるとかけれるんだけど、こっち多分長さが合ってないから、耳にかけようと思っても出てきちゃうわけ。これ。ね、まあだからここはもうほっといて、何あここはほっといて、もう伸ばすつもりで耳にかける感じにするじゃん。で、この上の方だけちょっと重みがあるからそれを短くしようかなと今思ってるんですよね。だから私みたいな髪型をする人は、で私みたいな髪質の人は美容院行くときよく考えてください。ここを本当にそれこそ男の人並みのサイズ、それこそサイズ0とか0から3ぐらいにするんであれば、ここのサイドを上短くてもいいの。でも上を下をこれだけ私みたいに残すんであれば、それこそバサって出てくるから、ここはもうすっごく短くする、もしくは長め、もう耳にかけられるぐらい、こっちみたいに長く短く、あ、耳にかけられるぐらいまでの長さが一番いいです。このぐらいの私みたいな中途半端な長さになるとバサって出てくるからね。そうで、上はそれぐらい短かったら、うん、上は短くてもいいと思うし、そこに、ね、耳にかけられるぐらい長かったらこんぐらいでいいと思うんだけど、私ぐらいの長さだと本当に分かる、こういう感じになっちゃうのよ。 OK、 じゃあこのね、彼女がその切ってくれた時のイメージを分かるわけ。こうちょっとスパイキーな感じ、こう乾かさないと分かんないんだけどね、うん、とこうバサバサにして、ちょっとワックスとかそういうバサバサ系のスプレー、バサバサ系のスプレーっていうのかな、うん、とワックスとか、あとそういう、クリームとか、テクスチャライザークリーム、何テクスチャライザークリームみたいなっていうの、私が使ってるのはこれなんだけど、これは、シーソルトスプレーっていうのね。だからちょっとつけると髪がガシガシみたいな感じになるわけなんだけど、そういうのとかでこうちょっとこうさ、なんていうの、ボサボサなんだけどボサボサじゃないみたいな感じの髪型にするように切ってくれたので、これはすごいおしゃれでさ、私も好きなんだけど、ちょっと前髪が長い、これは切りたいんです。 OK?いつも学校でね、やってた時は髪濡らしてから切ってたんだけど、こういう感じの動きのある髪はやっぱり乾かしてからの方がいいね。ちょっと乾かそう。もうだからね、全部長さが違うので、こうやってこうなんかボサボサみたいな感じで、どっちにでも分けられますよみたいな感じのはずなのよ。こういう感じとか、こっちとか可愛いけどね、ちょっと長いのよ。こっちはいいんだよね。こっちはいいのよ。収まってるから。こっちだよね、問題はね。こっちに分ければいいか。なんでだろうね、私よくわかんないけど、前髪がある方が好きなんで。ちょっとすきばさみがいるかな。ここら辺が重かったから、ここら辺向け美容師ってこういうことするんだね、多分。いや、私は毎回友達に切ってもらったりとか、学校で髪切ってもらったりとかすると、自分にちょっとこう自分の思った通りじゃなくても全然受け入れてたの。
こういう切り方もあるんだなみたいな。でそういうところはものすごくオープンなんだけど、ちょっと長すぎたよね、残しすぎてたよね、前のあれは。長さが、前髪が長すぎたもん。ここら辺もちょっと、これわかる、これこっちに紙持ってって隠すか。昔のジャスティン、あ、昔のなんだっけ、昔のあれ、ジャスティンビーバー、あ、ジャスティンビーバーだ、昔のジャスティンビーバーみたいじゃない。いいじゃない ?OK。そしたらこれから正午の髪切ります。OK。髪のスタイリングこれからじゃあ一気にやっちゃいます。まだちょっと髪が濡れてる状態だから、ここに私は、あのね、あのブリーチしてるところあるじゃない?この明るいところ。今ちょっとさ、ライトがオレンジっぽいから黄色く見えると思うんだけど、このブリーチしてたところが傷んでるのね、まだ。だからそこにオイルをつけます。私が使ってるのがこれ、レッド犬のダイヤモンドオイル、これをこの傷んでるところにつけるんですよ。アイフォーカスして OK、 こんぐらいつけたじゃん。そしたら傷んでるとこだけにつけます。根元はつけないで傷んでるとこだけで、このオイルは超オイルっぽくならないのね。だから、だけどツヤが出るみたいな感じだから、すごい学校で買ったんだけど、学校行ってた時に買ったんだけど、学校でもすごい人気のやつだったので、これはなんか頭洗った後につけて乾かす、そうするといいツヤも出るし、全部こう髪の毛乾いてある状態で全部何乾いた後にこうつけてヘロでも OK の、プロダクトじゃん。で、まあ、この先ドライヤーはもうしないから勝手にもう乾いちゃうから、このシーソルトスプレーっていうのを髪にスプレーして、これちょっとバサバサっていう感じを出しますよ。どういう風に切りたいんですか？のぞみさんがこの間やってたバツンがいい、あれかわいい。バツ切り？はい。OK。ワンレンカットって言います。ワンレン？はい。ワンレンカット、ブラントカット。超かわいかった。OK。これ線であるの？いや、もう、ほんと、どれぐらいだろう。全然空いてないと思います。空いてない？全然空いてない。じゃあもう先を揃えだけでいい？どう思いますか？ちょっと短くしたい。今ここまであるよ。すごい長いあ、鏡見てんな。そう、はい、マジで女子超長いよ。でも結構痛い、黄色いのが嫌だ。痛んでますか？結構。ちょっと待って、まっすぐ見て。いや、痛んでないよね。嘘だ。まあ、
これレイヤー入ってないよね。ちょっと待ってよ。レイヤー。こういう感じで切ったのか。こういう感じか。 OK、 ちょっと待って。うわ、すげえ。なるほどね。ちょっとレア入ってる、ちょびっとだけ。だからこうバツ切りじゃないの。なるほど。え、じゃあさ、どうする、その長さ短くしたい。気持ちしましょう。気持ちする？はい、だって可愛かったもん。どのぐらいにするの？3センチってどのぐらいですか？3センチって多分、今君このぐらいじゃん。はい、こんぐらい。おお。いいっすね。変わってないけどね、私からしましたね。そうですか。じゃあ5センチ。いやでもほら、決め次第だから。いや、君の心地いい長さだから。じゃあ5センチぐらいにしましょう。うん、ねえねえ、どっちみちそのワンレンにしたかったらこのぐらい切らないと全部長さ一緒になんないから。じゃあそれにしましょう。 OK。 嬉しい。ありがとうございます。いえいえ。嬉しい。どうしよう。髪染めてないんだよね。髪染めてないです。はい。あ、じゃあこれ自分のナチュラルのあの濃さ、濃さっていうか何、色黒くして、うん、もう落ちてきたって感じです。もう海外生活が続くとプリンは本当にめんどくさかったな。あ、ケープする。ケープ、ケープ、ケープ持ってくんね。首に、うん、あのあー、固まるやつかと思いましたよねって。ちょびっと傷んでるぐらいだね。ね、本当ですか。うん、だって聞いてないのに。すごい、もう絡まる、絡まる、絡まる。はい、あ、いいですね、こんなにたくさんできることがあって。でもさ、人間ってさ、やっぱ生きてるからさ、はい、こう死ぬ時何もできないまま死ぬ、死ぬの。そうじゃなくね、普通なんか例えば指一本でリンゴの皮を剥けるとかさ、そういう技を使うわけじゃん、生きてると人間、はい、ね。私も技見つけよう。技あるっしょ、いろいろ。いろいろあります、ね。笑かす技があるじゃん。そういうのでいいじゃん。いいっすかね。はい。でも世界を救いたい。最終的にはね、人間みんな人助けをすれば。はい、世界はうまくいくはずなんですよ。なんか面白いこと言ってもない。マジね、カメラ向けられるとほんとダメだね。ほんとダメだね、マジで。ほんとに面白いのにね。なんでなん。すっげー面白いのに。なんでなん。全然ダメじゃん、すっげー面白いのに。もったいない。のぞみさんと一緒に住んで、うん、住んでみて、はい、一番多く言ってる言葉、なんでなん。なんでなん。なんでなん。え、私が言ってるってこと。なんでなん。イントネーションする。なんでなん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 でそういうことする。子供がね。あ、次逆見てください、はい、マジそれ一番面白い。同じ角度から大体同じ時間で。もう髪の毛引っ張りたくなっちゃう。もう自分の髪をね、クッって。楽しんでます、楽しんでます、楽しんでます。はい、さん、のぞみさん、オッケー、戻っていいよ。スナップ、スナップ、スナップ、スナップ。なに？切ってること。スナップ、スナップ、パサ、パサみたいな。スナップ、
スナップ、スナック、スマップ。ほら、ちょっと違って、うん、ブーってきましたね。ナイスタイミング。今 LINE クリエイター人だーって。したら、このやずらすごかったと思うな、今。椅子に乗りながら先輩に引っ張ってもらえると思いませんでした、うん、私も思わなかったって。ありがとうございます。もうね、ここがパカって分かれるようになってんだよ、うん、分かる。そう、で、ここが分かるようになってから薄い前髪だと難しいと思うんだけど、その、分け方が。でもやるっけないよ、後で教えるから、スタイリングの方法。それさえやれば、だって、大丈夫だから。本当ですか。うん、なんで分かれるんだろう。ね、毛の生え方がそうなってるの。無理、うん、そういう風になっちゃってるの。アイロンとかする？固定してるよね、固定、はい、こんぐらいがいい？もっといく？でも巻いて巻くから、そんぐらいがちょうどいいでしょ。巻いていいですね。OK。したらどうしたらいいかっていうと、ちょっとしょうこのドライヤー持ってくる。はい。どこにあるドライヤー？ベッドのとこにあります。先っぽつけてくださいね。変換。はい、OK です。はい。したらまず、いつも前髪だけでいいから、うん、こうやって濡らすの。はい。こう根っこの部分ね。根っこが問題だから、先、毛先だけじゃなくって、この根っこ。濡らすじゃん。はい。で、したら、この串で見える、はい、こっちでまず横の毛も一緒でいいから、はあ、前髪以外の、そうそうそう、っていうのもここがパカって外れ、割れちゃうから、はい、こっちに今度こう乾かすのね、完璧、はい、で、あとこうまっすぐ引っ張ったりとか、はい、であと今度反対側、それも前髪以外に一緒に持っていくんですか。そう、はい、で指でいいんだけどね、指で引っ張る感じ、ブラシじゃなくていいから、あ、はい、指で引っ張る感じでこう反対方向に両方ともやって、か完璧乾かすの、はい、真ん中に集めるよ。そう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 、はい、で分けるでしょ。ちょっと軽く乾いたから、うん、史上最近可愛いですか、私。え、ちょっと見てください。あー、ドロドロしてた。ちょっと持ち上げてるの分かる？分かります。うん、コテでやると、うん、カツみたいな感じの跡がつくのよ。そうです、そうです、つくじゃん。でもこうやってドライヤーでやると、まだこう毛と毛の間にこう空気が入るっていうかさ、動きがあるっていうか、おー、自然ですよね。うんうん、自然。あー、やったことあるけどできなかった。難しいよね。難しい。私も学校で超練習してできるようになった。あちょ、気をつけてください。うん、どうやって巻いてたの？こういう感じ？はあ、巻き方がよく分からなかった、自分。あ、ちょ、パーマかね。
え、なんでどこに全部に粘膜がめんどくさい。楽しいからね。ちょっと変わった感じが楽しいよね。あー、短くなった。もうちょっと短くがいい。巻いてこんぐらいでいい。どんなですか。ばっくり分かるよね。強烈だな。もう毛の生え方がそういう感じなんだろうね。ちょっとも変える。かわいい、かわいい。超ストレート。もうちょっと短くする。はい、前髪。はい、終わったよねって。どうですか。すっごい気分がいいです。あとこれすごくいいです。うん、匂いが先に毛先に毛先につけさせていただきました。ズカってこないです。ズカってこないですか。すごい、結構パッツンでいい感じです。可愛いですね。前髪もやってもらってほてってます。可愛いですね。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございました。のぞみさんの前で自分のことブスって言うとすごい怒られるから。どうしますか。Hold me close till I get up. Time is better.